うわ、女の子のが引かれた、救急車を呼ばないと、ということで、どうも、ライスゲームズのライスです。今回は、この子をね、攻略していこうと思います。ことぶきじゃなく、あ、ことぶきか、ことぶき、みゆきか、はい。言った後に言うというね。いや、みゆきはちょっとな、声が、まあ、あれだから、ちょっと、まあ、攻略は、どんな感じかなとは思うんですけど、まあ、とりあえずやってみようかなと思っております。ですね、このみゆきちゃん、テニス部なので、テニス部に入りたいと思います。あなたとラブゲーム。毎週、第3日曜は部活の練習日だから休まないように気をつけないと、了解。おお、早速今日だな。おい、やっほー、今日こそテニス部へ。おい、終わり終わり、やっほー、よーし頑張るぞ部活。おい、頑張ってね、あざーす、終わり。終わりじゃない、試合開始。響きの高校、ん、相手は東風高校。はっ、やっ、ぐあー、ぐあー、ぐあー、なんだこれなんだこれ、なん、こんちくしょうめー、なんだこれ。あ、ことぶきさん、せっかく応援してくれたのにごめん。惜しかったね。あ、ことぶきさん、わかったぜ、わかったぜ、わかったぞ、俺は。運動しよう。はい、とー。今日は、ことぶきさんと。ごめんなさい。いや、俺はいいけど、どうしたの？え、どうかしたの？何か悪いことでも起こったの？うん。うん。それ。聞いたことあるすげえ聞いたことある、それ。あ、事故れなかったっていいことじゃないか。今回はね、ショッピングモールに来てます。で、これ何回なー、もう聞いたよこれ。 BGM いいな。神様のプレゼントってやつだな。あれ、あ、これイベント、これ 10% のイベントなんですよ、実は。これネットで調べたら 10% の、お、 10% のイベントを、あの11人同時攻略のなんかパート何歩か全然覚えてないけど、その時に引いたのか、すごいな俺。あ、そうさ、じゃあ行こうか。マジか、聞いたことあるなってずっと思ったけど、一発か、すごいね。 10% を2回連続引いたな。そうだね、ファンシーショップがいいね。お、いいね。俺もファンシーショップは好きだからな。それは特にね、白タンが置いてるようなね、ファンシーショップはめっちゃいいからな。迷っちゃうな、いろいろすぎて。そういう時はね、何も買わないのが一番だよ。パッと向けて、グッときたものにすればいいよ。ゆっくり選ぶといいよ。待ってるから。ああ、真ん中だな。パッと見て、グッときたものにすればいいよ。パッと見、パッと見。ああ、今グッときそうなもの。うえ、バッチリいい印象は。最高だな、さすが俺。すげえ腕めっちゃ、イヤリング、イヤリングじゃなくて手のやつ。あ、絶対遊ぼう。手のやつめっちゃつけてるな。あれ、手のやつなんていうか忘れちゃったけど、まあいいや。途中まで一緒だね。お話ししながら帰ろう。うん、エンディング早く見たい。よっしゃー、ことぶきさん、まだかな。お待たせー。おい、あ、ことぶきさん、待ったよ。よかった。よし、行くぞい。どこへ行って遊ぶ？もちろん金魚すくい。まずはね、好感度を上げるために金魚すくいやります。まあ1年目はね、こうやってね、2年目はね、肩抜きをやろうかなと思っております。いいえ、これで好感度いっぱい上げるよ。じゃねえか。あー、5匹か。下手くそになったな。前うん、この間じゃなくて10匹取ったんだけどな。いや、この間か、うん、この間だな。この間10匹取ったんだけどな。くっそ、下手くそになってる。
うえすごいだろう、隠された才能があるかもしれない、うんうん、やったぜ、楽しかった、みゆき、また遊ぼうね、うえ一緒に遊ぼうぜ、バイバイ、バイバイのテンションの低さ半端ないな、バイバイって、もう一度楽しそうにバイバイしろよ。いやそれはどうなんかな、バイバイとか言ったらなんか別れるのが嬉しいみたいになってるな、それはダメだな、うん、ダメだな、元気だね、元気ですよ、はい合宿に来ました、うおめっちゃすげえ顔してるあ、コトブキさん、そういえばコトブキさんはいつになく元気ないね、なんでテニス部入ったのかな、みゆき、わざわざ夏休みに厳しい練習する羽目になるなんてさ、ちょっと後悔、その気持ちなんとなくわかる気がするわ、そんなきっと普段の練習より楽しいよ、みんな一緒だし、それもそうだね、うん、みんなで旅行に来たついでにテニスするって思えばいい、そうだよテニス面白いよ、うん、立ち直ってくれたのはいいけど、そんなに甘いもんじゃないと思うけどな、もうめっちゃ優雅な曲が流れてんな、そういえば今日は花火大会だったな、どうしよう、女の子を誘う、ことぶきちゃん、みゆきちゃん、俺と花火に行こうよ、うん急用だよ、今日花火大会があるんだけど一緒に行かない、うえー、じゃあ川崎市中の公園で待ち合わせで、やったぜ、早速出かけよう、浴衣かな、違う、やっぱそうだよね、やっほー、お待たせー、ことぶきさん、そうなんだ、よかった、あ、もう始まったみたいだよ、じゃあ、行こう行こう、行こうぜー、うわー、きれー、でもなんか、ちょっと寂しいような、変な気分だな、お前の声が変な気分だよ、うわー、きれいじゃねえよ、もうちょっと声どうにかならんやったんかな、ことぶきさんはロマンチストだね、うん、その気持ちわかるよ、こんな人の髪ないね、寂しいなんて変だよ、ないな、上だな、ロマンチスト、えそんなこと初めて言われたよ、恥ずかしいよ、どっちの反応なんだこれは、はっ、おバッチリいい印象や、どっちかわからんわバカ野郎、楽しかったよ、何が起こっても平気平気、じゃあここでバイバーイ、バイバイごめん、わあ、ぶね、びっくりした、今日どこに来るか忘れたわ、あ、ことぶきさん、そろそろ電話しようかと思ったところだよ、どこだっけ、あ、映画館か、今日は沈没船物語をやってるね、面白い映画だといい、絶対面白いよ、だってタイタニックだもん、絶対面白いよ、タイタニック面白いよね、うん、今の映画最高だったね、いやどうしようかな、最高だったね、うん、起きた、こういうのいいよね、心洗われるって言うんだよ、うえ、割といい印象、最高、楽しかった、みゆき、うん、また遊ぼうね、じゃあね、バイバイ、はい、ということで今回は、お、服装変わってる、今回はね、遊園地、動物園か、今日はやっぱり天気悪いから、あー、そういうイメージだ、そうだね、じゃあ屋内に行こうか、うん、屋内って何かあったっけ、動物園、うーん、あー、どうして夜行性の動物っているんだろうね、夜行性じゃないとね、その時に動かないとね、昼間のね、ライオンとかに食われちゃうんだよ、か弱くて他の動物に隠れていってるためさ、おお、同じこと言ったね、
俺たちが夜更かしなしないのと一緒じゃない？ひねくれ者だからだよ。まあ一番上だな。ああ、そんな理由があったんですね。そうですよ、うん。ライオンに食われちまうからな。うん。何言ってんだ俺は。今度はもっと盛り上がろう。途中まで一緒だね。では次行ってみよう。はい、ということでサッカーの試合があるんだよ。楽しみにしてたんだ。実際にスタジアム見ると楽しいよ、サッカーは。そんなもんですか。俺はスポーツあんまりだな。今ゴールにボール入ったのに、なんで点数入んないの。あれはオフサイドっていうルールでね。目は錯覚だよ。今のはゴールを割ってないんだよ。なんでだろうね。なんか理由でもあるんでしょう、理由が。一番下はないだろう。やっぱ頭良さそうに見せるのがみゆきのコツだな。ストップ。難しいこと言われてもわかんないよ、みゆきには。何バカな。ついてないって感じだな。途中まで一緒だね。おい、ことぶきさんどうしたの？ああ、教科書か。うん、いいよ。どの教科書？数学だね。うん。全部かい。全部かい。うんうん、それで。それやばいな。実際ちょっと見てみたいな。命があってよかったね。いつか死にそうだな。あれ、時間間違ったかな。待ったよ。すぐ行こうぜ。どこに行くんだっけ今回は。新しいゲーム入ってるかな。おい、入ってる入ってる、きっとあるよ。そうだね。行くぜー、ゲームセンター。最近ゲームセンターもあるよな。ゲームセンターでこうバシッとあっ、やらない、バシッとやってないな、バシッとな。や、格ゲーマスターの俺様に挑むとは命知らずな。お手垢にね。俺弱いんだこういうの。もしかしてことぶきさん、このゲームに自信あるの？自信なんてないけど、遊びだからいい。最悪だな俺、もう最悪だな、クズだな俺。ついてないって感じ。ああもう最悪だよ。好感度全然上がんねえよ。おーい、な、体操服じゃないか。あ、ことぶきさん、これから体育なんだ。じゃねー。はは、机に向かっていくだけなんで嬉しいんだな、ことぶきさん。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。